今日お教えくださったゲストの、中澤秀樹さんです。中澤です。よろしくお願いします。あと、今回、今回に出会いをやらせていただいている草刈美香です。本日は、ヌートバーラインコントロールというふうな題でやらせて、対談をやらせていただきます。はい。大丈夫です。じゃあ。はい、回数が始まったので今のもう一回言おうか。はい、始まりました。はい、始まりました。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。配信始まったのでもう一回僕からやりましょうか。はい、そうですね。ゲストでお呼びいただきました中澤秀樹と申します。よろしくお願いします。で、作家の草刈美香さんですね。はい、で、タブギャラリーの西田さん、よろしくお願いします。どうもありがとうございます。中田さんは今もうすぐあと5日後に個展が控えてて、そうなんだよ。個展の DM がそこのところに置いてあるので、はい、皆様取っていっていただければありがたいと思います。うんうん、あとついでに僕のもう一つ言うと、その5日後に現代美術史日本編という、買い手場の方が、はい、出ますので、なのでそれも合わせたこの5日後にあるんですけど、まあ、今日は草刈美香さんの今回の展覧会、はい、凹凸絵画展、これは11月8日から始まって、はい、今日は中日ですね。はい、で24日までですね。うん、ここの一緒に書いてあるんですけど、凹凸絵画の第2段目っていう意味は、凹凸絵画の発表が第2段目。そうですね。はい、以前も凹凸絵画という題で、展覧会をやっている、個展をやっていて、うんうん、これが2回目になります。うん、この展覧会は僕が見たやつですか。そうですね、はい、2010年です。2010年です。東京ワンダーサイドの展覧会、はい、うん、はい、でそれが凹凸絵画展で、で僕はその時に非常に驚いて、すごく良い展覧会だったので、まあ、それで凹凸絵画、非常に面白いと思って。ありがとうございます。で、その後凹凸絵画の展覧会のみならず、草刈さん自身が展覧会がほとんどできてなくて、そうですね、仕事ずっとやっていまして、十何年ぐらいやってて、それで傍らこっちを制作しながらっていう展示の仕方があったので、なかなかそうやって集中してできなかったので、うんうん、まあ、これからはどんどんその仕事を辞めたので、うんうん、こっちで一本でやっていくので、うんうん、どんどんできると思います。うんうん、今後期待しています。はい、2010年からだとすごい久々の展覧会です。草刈さんはこう仲間内ではなんか前評判というか、なんか実はすごいアーティストを出しているけれども展覧会がないって、そういう状態が長いですよね。いつやるのかっていうことをずっと言われてましたね。それが急にバタバタと決まって、この前、はい、オープンスタジオがあったんですよね。でそのオープンスタジオが9月にあったんです。そうですね。でその後ですよ、これが決まったの、この展覧会が。直後です。本当に直後。うん、だから本当に、まあ、その前にまた違うギャラリーで、うん、やるっていうことを決まってたんですけど、今年に中にやると思ったんですよ。うん、ただちょっとギャラリーの都合上、うん、来年になっちゃったんですね。うん、だけど私は絶対今年中にやりたくてずっといたので、うん、これはキャンセルになってたから困ったなと思ってた時に、うん、ギャラリーさんにお話をいただいたので。うん、すごいタイミングよく良かったですね。はいはいはい。ということで今回の草刈美香展凹凸絵画の展覧会ですね。はい、はいはい。ということで今日は PDF を草刈さんが用意してくださった、はい、はい、ということで、それを見ながらやる感じで7時までですよね。7時まで、ね、濃密な作品と同じくらい濃密なトークができればいいかと思いますね。はい、なので皆さん、あちらに飲み物があるので、全然手配りして飲みながら聞いててください。結構もうじきアルコールも届くことが今慣れましたので、はい、そうですね、はい、
ドンペリで乾杯するっていう。あ、そうだ。昨日ドンペリの。昨日なんかお客さんがいただいて、あのぜひ飲んでくださいね。素晴らしいですね。そうですね。オート使いをすごい気に入ってくださってるから。っていうかみんな気に入るでしょ。っていうか見て驚く人ばかりでしょ。そうですね。あんまり見ないので、ね、こういうのないと思います。僕も驚いた一人ですけど、はいはい、今まで私がやってきたシリーズが全5シリーズっていう5シリーズあるんですけれども、それをちょっと PDF で西田さん、はい、いいでしょ。この5シリーズでこのここに書いてあるんですね。草刈美川、これ何、複製絵画、アニメーション絵画が中学、甲骨天井画、甲骨絵画、あ、これです、はい、ちゃんと作ってるちゃんと作ってる。そうですね、そうですね、2000年初期は複製絵画から始まって、で、アニメーション絵画、2000年から作品、こういった大学出て、うん、大学出た時でも結構働いてたので、うんうん、それで働きながらずっとこういうのをやってたんですね。うん、この5つのシリーズを最初2000年と2001年ぐらいの時に、うん、この5つを提案して、でそれをどの順番でやっていこうかっていうのは、あ、この5つを考えついた。そうそう。で1つに絞るのも嫌だし。うん、なるほど。じゃあそんなに5つのシリーズがある中の、はい、あの今見てる今展示してるのこの凹凸絵画だけ で、 そうです、ね、はい、要するに草刈美香の実力はこの展覧会の5倍分だという、はい、そうです。それからまだこの、今はまだ5までしか描いてないですけど、一応あと3つぐらい、あと3つぐらいある、あるもんね、あって実力が8倍だと。そうです、来ないですよ、8倍って感じです。はい、そういうのも、まあ、今後ね、凹凸絵画が終わるまでちょっと時間かかりますけど。凹凸絵画終わるんですか？いつか終わります。いつか終わります。次のやつだよ。なるほど。凹凸絵画すごい長いと思います。え、じゃあ一つずつブロックごとに描く。ここからここまで凹凸絵画、この後凹凸絵画読んで次何、はい、そんな感じで考えて、はい、あ、そうなんだ。じゃあ次の PDF 見せていただけますか。これはでも、ハガキ DM にも、はいはいはい、この DM のね、この文章さっきもう一回読み直したけど素晴らしいですね、この文章。いろいろ間違いがいっぱいあって、まあ、いいんですよね。あまりその文字で説明したりとかそういうのは、うん、苦手なので、まあ、ちょっと DM セットって何も拾わなくてもいいですし、なるほど、はい、で、まあ、初期の作品、まあ、凹凸絵画から見ていきますと、はい、じゃあ、はい、凹凸絵画からこれ一番金額で、はい、あそこにもある、あそこにある、そうですね、これ本当に金作なんだな、そうですね、この展示の展示が決まってから描き始めたみたいなことを聞いたような気がする。記憶違いですか？決まってからですね。決まってから。はい。で、だって展示が決まるのって、オープンスタジオが9月15日くらいだったから、はい、その後です。その後ですね。その後でこれを描いて。はい、そうです。早いんです。ここにちょうどいいサイズのものが欲しくて。ああ、なるほどね。この壁、はいを計算して、ああ、バッチリ持ってますね。はい。これとかは、この一番大きいやつ。大きいのは、まあ、横が3メーターの10ちょっとある。これはたまたまギリギリで入ったってことです。たまたま入りましたね。素晴らしいです。これを発表してくれてしょうがなかったんです。うんうんうん、うん。でも、これぐらいの長さの壁が地面にあるっていうところはなかなか難しくって、うんうんうん、なかなかなかった。あと天井もね、結構出るので、うんうん、今回ギリギリになっちゃったんですけども、うんうん、ここで展示できたのでよかった。そうですね、今ユーストの皆さんには映ってなくて申し訳ないですけど、やっぱりこういうのはちゃんとここに来ていただかないといけないですね。そうですね、はい、まあこれでも見れるんですけどね。そうですね、じゃあこれ、はい、これはこれけ、あ、あのサイズって結局この階段見えない。
910×1300。 あれ、そんなに小さい、そんなに小さくないよ、これ。もっと大きいんじゃないの。いや、910×1300。 あ、そんなもん。はい、そうです。これは、455×652 のサイズを4枚。はい、こういう感じで見ていく。はい、はい、どんどん。じゃあその下に次をじゃあ、あ、もうパンパンパンといっていいです、はい、これはあっちの部屋に飾ってある。これはあっちの部屋に飾ってある。金作、はいはい、これも金作、はい、あ、本当だ。あ、どんどんいく。これ今回あのタブギャラリーに展示してるのは金作と、あと未発表のものっていうのを、あの、うん、違う。これではない。それで、あ、さっきのやつ。これはさっき。これが。あ、これは、これはこれです。はい。はい、で、まあ。っていうか、うん、さっきのも、まあこれもそうだけど、さっきのこの右側がすごい。ちょっと一個前のやつ。このうねうねな。これが絵の具のマインドコントロールっていう感じですか。まあじゃあその話、はい、今してもいいし、後で。今しましょう。今でもいい。はい。はい、どうぞ。このうねうねみたいなものを、なんて書いてあったっけ、なだめたり、こうわがままな絵の具を、なんだっけ、なんかこうきちんと絵の具というアナログな物質を極限に近いコントロールによって手なずける、手なずけるっていうことだった。うん、でこれをこうやって斜めから見るとあれだけど、こうやってまっすぐ見ると、はい、冷静な品格が宿る。そういうことです。いやすごい大変そうに思うんですけど、こういう方でもそうですね。そうですね。でも大変だろう。このサイズのものがこの短期間にできているのか、そのくらいなんで、あれだと1ヶ月ぐらいで、ものすごいあの急いでですけど、急いで1ヶ月ぐらいですね。この3m50のものはやはり半年以上。半年以上。はい。線が多ければ多いほどすごく時間がかかります。あれは一部にサインが入ってて、一部だけやれば、あとのあのパーツパーツで1、2、3、他の3つは手を入れなくていいので。あの筆を使わなくていいんですよ。線というのはあの上から重ねる線が多いとって言うんですよ。あの 上から描く線が多いと。そうです、そうです、はい、はい、なんかアルコールが来ました。すみません、ありがとうございます、はい、ありがとうございます。ということなので、あの今日はワンドリンク1000円付きの、そっちですか、はい、なので皆様もよかったら、はい、あのそこに自由になっていって、あの私ね、そうだ、あの言いたいことが一つあって、鈴木さんが、その絵の具の、なんていうんだろう、何か、鈴木純さん、イラストレーターの鈴木純さん、にじみとか、にじみ、お菓子とか、飛び散った何かとか、聞いてます？にじみとか、はい、おかしくとか、そういった何かとか、そういうのをありがたみという言葉、ありがたみという言葉、ありがたみという言葉で説明するんですけど、私それありがたみだと思わない。それありがたみという言葉ではないなって思うんですけど、今の話はどういう話かというと、あの都築さんがあのニューエイドスのね、シリーズを展示在してる時にというか、まあ、ニューエイドスの前にバーブという時にすでに、アナログの絵画だと、絵の具が飛び散ってなんか滲んだとか滲ができたり汚れができたりとかっていうのがありがたみであるから、それをわざわざベクターのデジタルの線で、入れ込んでやってる。でそれがありがたみだというような説明をされている、うん、ということに対して今草刈由美側は別のことを言うとしたんですが、うん、なんかその飛び散った何かとか、うん、にじみだとか、うん、そういったものはあのなんていうの、それができてありがたいと思うからありがたいというふうにおっしゃっている
いるかと思うんですけど、でもそれをコントロールするのが画家の仕事であって、ただ例えば分かりやすく言えば、ショーでも例えばなんかこうタッチにこうカットするじゃないですか、そしたらそこになんかボケたりぼかしができたり飛び散ったり、そういうのも全部その書家が計算してそこにそうですね、羽とかができたり、ね、話を作ったり、うん、要するに全く偶然じゃなくて、ある程度の偶然かもしれないけど、それは計算してやってるっていう、うん、それが言いたいことですよね。で、要するに私の言葉で言えば、それは当たり前っていう、当たり前、はい、ありがたみじゃなくて、ありがたみじゃなくてわざと作ってるんだと。そう、その話に関連して、今僕が思い出すのが2つ話題があって、どっちからでしょうか。1つ目が、抽象表現主義のジャクソン・ポロックですね。でジャクソン・ポロックもドリッピングとかいっぱいやるんだけど、でそれもドリッピングでできたもの、まあ、偶然とかって言われる、あとそれから、ポロックの抽象表現主義の直前の時代がアメリカに渡ってきたシルレアリスムの系譜だったんで、シルレアリスムから抽象表現主義を理論的に結びつけようみたいな解説が当時なされたものがあったんだけど、そのうちの一つが、だから例えばドリッピングみたいなものは偶然性を使って、でその偶然というのはシルレアリスムの偶然の技法であり、あるいはタシスムの偶然であり、みたいなその偶然を入れているということが、シルレアリスム的には無意識の意識下のものを、表してしまうみたいな、まあ、そういった解説がなされていたんだけど、まあ、それに対してポロックがちょっと反論してるんですよね。でその反論がどういうことかというと、偶然じゃなくてコントロールできる。だからドリッピングが出ると、ドリッピングでこうやって、ドリッピングは結構こういう効果を計算してコントロールして出せるということをポロックが反論してるんです。同じでいい、同じです、要するにポロックみたいな。ただし、その中で私のその凹凸絵画の中に見るその、ミスがあるんですよ、順番のミス。それが僕もね、話そうとしてた、ダメな人ですね。そうそうそう、それについては、そのミスについては私はそれをミスと呼ばないでブリッジって呼んでるんですけれども、たとえそのものすごい集中して、それその作品のことだけを、的に集中して制作しているのにもかかわらずミスをするんですよ、それをブリッジって呼んでいて、そのブリッジに関しては、偶然です。そうですね、そのミスっていうのは、絵の具のせいのミスなのか、ノーレベル、じゃあ草刈さんのせい、私のノーの三日のレベル、そうですね、あ、そうなんだ。じゃあバカ CG にもノーレベルとマウスレベルがあるような感じで、はい、でノーレベル、ノーレベル、で伊藤がミスの話ですね。今伊藤がミの話、名前ちょっと出しちゃったんだけど、グリッチっていうのは UCMV さんがグリッチを作品に取り込んだものを作っていて、まあ、それを抜け目さんが刺繍でやったりとかしてて、ということで、それをまた UCNV じゃなくて GNC 計算、似てますよね。GNC 計算がこの前の、芸術評論大好きになった文章の中で書かれて、まあ、それでより一般的に認知されることになったんじゃないかと思いますけど、デジタルデータならではの、画像の壊れですね。で草刈さんの場合も、線、あらかじめ描かなければいけない線だとか、まあ、作業工程が決まってるにもかかわらず、でこの順番でやらなければならないっていうのが決まってるにもかかわらず、何かで組み替え
そうですね、が起きてしまう、うん、ということですね。で、伊藤ガビンさんの話でちょっと今思い出したのが、これはそんなに有名じゃない、今となっては有名じゃないんですけど、1990年代半ばくらいだったかなに、ヒューララ感覚っていうのを彼らが持ち出したことがあって、それは綾原浩司の漫画の中でですね、広辞苑か、広辞苑の漫画の中で、何かが起きた瞬間にこう失敗したみたいな時に、風が吹く音が入る、それがヒューヒューって書いてるんです。その「う」がなんかカタカナの「ラ」に見える、うん、で、このでそれを藤畑正樹さんが「ヒュララララララ」って呼びながら、この「ヒュララララ」って何なんだろうな、この感覚は素晴らしいなみたいな感じで伊藤ガビンと喋ってて、でヒューララ感覚についての特集が思想の科学とかで特集されたりみたいなことが一時期あったんですけど、はい、でその時は具体的には当時もやっぱりパソコンを持ってね、パソコンをちょうどみんな使い始めるようになった時の感覚とつなげて考えるので、データを全部やって最後仕事をして保存っていう時にうっかり手が滑ってなんとかかんとかで全削除をおっしゃって、でこれでいい、あ、いけないと思って押したのがイエスだったで、それで全部削除になったという時にこのヒュララララとなった。それはグリッチ的なっていうことですか？グリッチは画像だけど、もっとコンピューターの作業全体で、それまでそんな簡単に全削除とかできなかったのが、コンピューター作業をするようになってできるようになってしまった、っていうようなこととか、それと比べてもうちょっととアナログな話の例えで言ってるのは、伊藤ガビンさんが出した例えば、自動販売機で寒い冬の時にこう自動販売機で、あ、こう温かいコーヒーパッとした時に、あ、冷たいコーヒーを押してしまったって、で押した後こうガシャンって音が出てくるまでの 1.5 秒くらいが。あ、それだけ感じだみたいな、ね、みたいなことを説明してました、ちょっと余談長かったんですけども、そういう感じで失敗したみたいだけど、失敗したけど受け入れるみたいな感じでやってるんですか？そうです、失敗した瞬間はうわって思うんですけど、なんかちょっと時間が経つと、ちょっと愛おしくなる気持ちが、でそれがこのその訪れがは画面にユーモアを醸し出すってやつですよね。このたとえ高性能なデジタルマシンであっても集中力を最大限に発揮している人間によって夜作業であってもグリッジは発生するとか、グリッジが死に点だったり地に点だったり、本当はグリッジで点線がないやつですね。これもヒューだからって感じ、これもグリッジであるんですか？そうですね、いい説明がしててよかった。ブリッジ感覚ということで今後どうですか？はい、で、この話とだからこのブリッジの話とさっきのにじみや銅の話っていうのはどうつながってどうつながらないんですか？最初のありがたみ、ありがたみは当然だろうっていうことがいい。それはコントロールしてできるものだと思って。ああ、そうかそうか。要するに物質レベル、手レベルっていうものはコントロールできる。だけど脳レベルはコントロールできない。そういう話ですね。脳はコントロールできない。これは結構その働いてる時にいろんなところに勤務しましたけど、こういうオフィス系のものでこう事務系の仕事をしてましたが、そういうところで何かミスを起こすと大変なことになると思います。そうですよね。他の人たちがいっぱい仕事してる中でね、自分のミスによって全工程が止
まったりとかね。そうです。そういうのなんかの私が起こす問題の人。じゃあ部内のグリッチ問題か。でも一般社会ではそれがダメじゃないですか。ダメですね。まあ医者とかでもそうじゃないですか。この薬間違えて処方しちゃったりとか、それを愛おしいとか言っちゃダメですよ。だから許されない。許されないですよね。だけど私の元使い方では唯一そのミスみたいなものを許せるところ。会社で良かったですね。私の生きるとここしかないね。ここしかない。はい。そうなんだ。なるほど。はい、なんかメンヘラ店の解説みたいになりました。え本当ですか。なんか私の生きるところはここ。これによって自分は社会とつながれる。それほどではないですけど、ね、はいはい、失礼しました、はい、なんか話がここで止まっちゃったまま画面が動かないものですけど、進みますか、はい、この海側の前っていうのは、あの何をやっていたかっていうと、ていうかこれ見ていかなくていい。あ、見て、じゃあちょっと早くパッパッパって書いてもらっていいですか。で、一番下まで行って。一番下まで行く。はい。どんどん。あ、はい。見せたか。これさっきのバスがあって面白いとかいう品物もないですね。はい。これあそこにあったよ。そうです。はい。これ単色ですよね。唯一単色。はい。美味しそうな色ですよね、うん、これはあそこの奥にあるやつですよね。赤とか黒とか美味しそうですか。いや、このチョコレート色、あー、この真ん中の、ね、ココアみたいな。そうですね、ココア、はい、うん、で、どんどん進めていく。あ、これ今回ないです、ね、これないですね、すごく小さなので。これ、あれですよね。はい、そうです、これはあれですよね。そうです。で、この前、その凹凸絵画の前っていうのが、甲骨顕微鏡か、ガチューガ、ガチューガっていうのがあって、ガチューガの前がこれはすごいですね。これで、あの、東京アンダーサイトにあって見てる。ああ、そうですね。すわものだなって思ってすごい単純。これはすごいですね。はい、これはあそこにある。はい、もう一つ書いてあるんですね。この複製っていうのをやりたくて、これと全く同じのをもう一個、もう一個書いてあるんですね。これは次なんですか。こっちです。はい、こっちの方が先なんです。こっちが先で、はい、こっちは画面バック白だけど、はい、さっきの画面バックがちょっと違う。ちょっと、はい。そうですね。うん、はい、あ、これがあそこにあるんですね。そうですね。これはこのシリーズの中で古いの、古そうですよね。2008年。だからこれまだ書き方が、まだ凹凸絵画らしくない書き方なんです。凹凸絵画。こういうところを残すみたいな。こういう、あ、これはね、なかなかでも難しいやり方で、逆に進化してる。あ、そうなの、ね、はい、うん、これもその、あの、中に入ってます。ラジオ画の中に、他にも入ってます。他にはたくさん入ってます。している際です。これはこう、一つだけちょっと違う、うん、違いますよね。これはなん
と何か面白いもので作りたいみたいな方がちょっと強くて、これは尿と尿と便が入ってアプリでのマジマジでマジでどうなったの自分のそういう方だったんですよこれ一つで終わらせる。なるほど、そんなことです。だからすごくもっと行くともっと行きたいです。この辺とかはこう、これはバニラエッセンスね。バニラエッセンスね。紅茶が入ってたり、紅茶が入ってたり、そういうちょっと最初のうちは、なんかこう探して遊んでる感じ。今全部逆順だったんですね。でそう、全部今逆から進めます。新しいものから古いもので、これが一番最初の温度使いが一番古い。そうですね。随分変わりましたね。めちゃくちゃ変わりました。最近は、抽象というか、はい、ここにあるような、はい、こういうパターン、今落ち着いてる最中。落ち着いてる、はい、一瞬落ち着きます。その後で。一番最近はあれか、さっき。はい、サイン。あれだけ、他のこのシリーズの中でもなんか中心があってちょっと再現っぽいと。そうですね、中心に向かってこう入ってる感じです。真ん中に中心部を置くと再現っぽくなりますね。そうですね、あれは唯一その角度の違う線をたくさん入ってますね。たくさん入れたものでちょっと複雑になって他のよりも複雑に見えると思うんですけど、そうですね、すごいですね、これ、ね、そうですね。はい。で、これがオート使い方。はい。はい、で、他のも見てみたい。はい。はい、ガジュガ。ガジュガ。これはインスタレーションの作品ですか。この時に僕は初めて草刈さんの作品を見てるんですよ。ああ、そうですね。そう。その時に中田さんにお会いした、初めてお会いして。コーチですよね。僕はあのサマバローというカナーにあるギャラリーの関係で大木博之さんと対談。そうですね、大木博之さんとコーチで対談して、でそれがパヘードという本に収録されてるんですけど、大木博之さんとの対談にかっこつけてなんか佐野さんがあなたも出なさいと。そうですね。でなんかコンテストがあったんですよね。ジーンズファクトリーのが主催出資している森村康正さんも審査員で、あと宇川直弘さんとか、あとは東北工科大学の先生加藤さんです。あと大木博之も審査員になりました。はい、でそれらが審査員で、なんか一人一人が、6メーターっていう7メーターの6メーターのそのっていうか最終選考に残って、最終選考に残ったのが10組くらいだったそうで、ね、でそので、その10組のグループ賞がグループ賞みたいな形で最終選考賞みたいなのが一人ずつそのスペースを与えられるんですよ、うん、そうですね、その中で何かをやりなさい。そうです。で滞在しながらずっとやってたんです、ホテルに住みながらやってた。で僕はそれ知らないで佐野画廊の仕事で行ったら、はい、そしたらその審査員の座談会があるところに、なんかあなたも出なさいって、はい、僕は審査員じゃないのになぜ出るんですか、いいから出なさいって言って一番でもなんか真っ当なると言って、その時に初めて草刈さんがその最終選考の中に行っていたので、見たのが最初。そうですね、聞くプロジェクトとかいましたね。いましたね。なんかいろんな、でもなんかすごくいい展覧会だったと思います。そうですね。でその前っていうのが高校地点描画っていうのをやってます。あ、これが、はい、その高知でのインスタレーションの風景ですよね。はい、そうです。ね、それはザ・ビューイングルームっていう題の作品なんですけど。だからまあこういう写真作品ではなくて、こういうインスタレーション作品で、それの写真がこういうふうに。引きで撮れなくて、引きで撮れないから何枚も撮らないと入らなかったっていう。そういうことです。私は一つの写真に収めたかったんですけど無理です。無理だって。当たり前です。幅がなくて
の脱力画っていうのは、あのインスタレーションの中に自分の作品がここにあったり、ここにあったり、ここにあったり、ここにあったりっていう、そういうことですね。エナメル塗料ですけど、それでどんどん下に描いたそのこれ
人物だけをどんどん消していくんですよ、うん、消すような感じで草が伸びるような感じになって上の基本に見えるので、うんうん、それはデジタルで全部やってて、デジタル上で、下書きみたいなのを作って、それをこれをまず、うん、この草の部分をコピペして、うんうんうん、それをどんどんデジタルで上に持っていったものにコマンド V とかやっていくと、それでやったものを最終的にアナログで起こしていく。これデジタルじゃないですね、最終的には。最終的にはさっきエナメルって言ってました、エナメル、それ出力じゃないですよね、出力、うん、だからデジタルで作図の段階までをちゃんとやるって話、本当だ、双子ってこれ。あ、上はシープリント。あ、じゃあ下は本当にアナログで、上はそう、だからコマンド V ってどん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 この草をつけていくんです。あ、じゃあ上は本当にディスル。デジタルでいじったものの画像が上になる。で、それをプリントしたものを印刷物になる。で、こっちは本物の、ああ、そうなの、はい、それを並べて、ああ、じゃあアナログとデジタルの両方のものなんですか、そうです、あ、そうなの、なるほど、これ5コマ絵画まで、5コマ絵画まで、5コマまで、そうです、これは2コマ、これ3、これは3コマ、次4、あ、本当だ、一番下のがキャンバス、アクリル、エナメルで、うん、その上のは全部シープリント。そう。そういうことなんだ。これ何年くらいですか？2004年。うん、なんかエロいですね。エロいですか？これが5本。一番最後に残ってるのは、あの、うん、エナメルで、もう吐き、まぐったやつを、うん、まくるやつ。うんうんうん、ちょっと残しておいて、うんうんうん、これがアノテーション絵画、なるほどね、うん、だからなんか絵画をやっている、動画、うん、ピンクショーっていうと思うんですけど、私はこうキャンバス その静止画でどうにかアニメーションっていうのをできないだろうかっていうのを考えて、これができたの、要するにこの中に写っているこの下の字の膝の絵ですか、うん、あれは同じ字ですもんね、うん、でそれにかぶさるもののみがアニメーション、そう、うん、アニメーション絵画の前っていうのは、複製絵画、はいはい、どんどん古くなります、これもアニメーションっぽいですね、あれで。これは何コマですかみたいな。一日に同じサイズ。一日一品で。そう、一日一品で、まさにその声で一日にこれ一つ仕上げる。あ、そうなんですか。はい。これは普通に動いてる電車の中でそのものなんですけど、次のものを見てると両方と。これを撮影して怒られる前に帰る、怒られる前に、向こうにいる人たちはやらせではなくて、やらせじゃないです何起きてるんだろうとか、あのパッて乗り込んでバーって並べて、うん、カメラマンの人をここから撮ってって言って、うん、でこうやって撮っていいっていろいろ指示して、うん、それでもうとりあえずもうバーって撮ってもらったら、うん、よし、ちょっとと思ったらもうゾッと、やりますね、だから。これはゲリラですよね。うん、これをいいんですか、こういうことして。高村さんいないですか。高村さん、こういうところ勤めてたから。ああ、そうか。まあいない。鉄道会社に。鉄道会社勤めてる人の意見聞きたかったけど、今ちょっと待って。でもこれは実際その後、西武鉄道会社にこの画像を持ってって、で美術館の中でこれをやらなきゃいけないことになったので、西武鉄道の その会社に行って、
1両電車が欲しいっていうのを言いに行って、うん、それでまあいろいろやってくださいま、うん、なんかその話聞いたことあるけどもうちょっとちゃんと話して森美術館のグループ賞に出た時に、はいはい、こういうこの写真で通ったんですこの写真でそのグループ賞に通って、はい、そうですね。そしてでその時にあのチューマンが日比野武彦さんとか、うん、あと村上隆さんとか宮島さんとか宮島さんとかね、はい、あと熊谷のリーチとかもいらっしゃったんですけど、そのアーティストがアーティストを選ぶっていう展覧会で、うん、で、うん、あの調査してもらったので、うん、教えていただけることもあったんですけど、その時日比野さんから電話がかかってきて、うん、でこういう理由でこうこうだから、うん、あのやりませんかっていう話をいただいたんですけど、うん、その時に日比野さんが、うん、でもこの作品は椅子長い椅子をどっかで手に入れて、それでその上にねこの作品をちょっとまあここぐらいで10個以内ぐらいでいいからそれでいいんじゃないかなっていうふうに言われたんですけど、いやそれじゃ嫌ですっていうふうに言って、そしたら日比野さんが、いや僕たち全然そんな鉄道会社にこうしてほしいとかいうふうに、そういうのはできませんよっていうふうに言って、なんとかやりますって言って、どうしてもその電車 の、 本当の実際 の、 その椅子を使ってやりたいっていうふうに申し上げてたんですけど、そしたらそんなの絶対できないと思うよって言われて、それで、でも絶対それでやりたいですって言ったら、日比野さんがじゃあ3日だけ待つから、やってごらんみたいな、できないと思うけどねみたいな感じだったんですけど、そこを私はその電話を切った後に鉄道会社に何件かかけたんですけど、やっぱりその鉄道会社の事務の女性が出るじゃないですか、どういう方か分かんないですけど、そしたらもう何て言うんでしょう、電話の向こうで「なんかこのおかしい人から電話かけちゃったよ、どうしよう忙しいのに」みたいな、そうですね、そういうそういうぐらいそれは、それはきますよね当然。そうですね、そうです。でもその頃ね、まあ世間知らずの自分は、強いですね、こう知ら世間知らず何も知らないって本当に強くてですねそのお姉さんとかに違ってですね、電車を一両をいただきたいんですけどそういう感じだったんですよ、でやっぱり相手はすみません、ちょっと言ってる意味がねちょっとよくわからないのでとか言われて、今までもこういうようなお話をお受けしたこともございませんとか言って、ですので申し訳ございませんがっていうふうに、まあ言われたんですよ。山手線も京王線も断られて、そうだ、私これ西武鉄道を取ったのが西武鉄道に電話しようと思って、西武鉄道をこう調べて電話したんです。やっぱり同じようなことが返ってきて、でもそのお姉さんちょっとだけヒントをくれて、多分ねやり取りしても本当に面倒くさかったんですよ、私との電話のように。なので、なんか他に投げたんですよ。めんどくさいからこっちに電話しといてみたいな、そういうことみたいな。で、その西武鉄道の電車を実際作っている工場っていうのが、埼玉すごい大きくなって、そこにじゃあ電話したらいかがですかって言われて、それで電話したんですよ。そしたらそこの課長さんが出てくれて、何回目かに、ね、出てくれて、やっぱり言ってる意味がよくわからないから、まあ、だったらね、ちょっと電車に興味がある人だったら、うちにもしよかったら来てですね、その工場の見学などいかがですかみたいな感じだった、でも私はふわふわしながらファイルを持って、山奥までこう3時間かけて行ったんですけど、でその課長がやっぱり対応してくださって、でまずヘルメットかぶってその工場を見学させてなんか全然その私がこうやりたいこと全然違う方面に考えてるのか、ただ本当に相手の方は私が何をしたいか分かんなかったんで、でも結構プレゼンしたんですよ。だけどまあなんかね、きっと電車に興味があってなんかそういう子だと思われたらしくて、それでそのでっかい工場をまんべんなくいろいろ回らせてくださったんです。でその後にお茶を飲みながらちょっとそういうところで会議じゃないですけど、
私と一対一でこうプレゼンをさせてもらったら、まあ、そういうことはね無理ですけれども、はっきり言って無理なんですけれどもね、とか今までにもないし、でもね、もしかしてもしかしたら社長に電話してみますよ、一応こんな話が来ちゃったんですけど、伝えますから30分ぐらいで席外しますけどいいですかみたいなことを言って、で戻ってきたんですよ30分も。そしたらその人がね、まんまるくさんがあなたは運がいいって言われて、なんだと思ったら、あのちょうど社長がいて、それで社長が OK を出してくれて、なおかつその電車が廃業する電車っていうのは1両1年に出るか出ないか、うん、っていうことだったのに、私がそれを申し出た時のちょっと前ぐらいに廃棄の車両が1個出た話ですよ。なのでそれができるっていうことになって、で西武鉄道の、社員を20人ぐらいでこのパーツを持ってきてくれて、外してくれて、電車からそれで全部あの欲しいパーツを持ってきてくれて、それを溶接して作ってくれて、それが次のページの次のこれ、この部分を持ってきてくれたんですけど、それで今テレビすることなんかちょっと長いし、これもオーディビジですか。そうですね、これは長いしじゃなくて本当の車両の方も、本当の車両の方も、なるほどね、こうこの感じとかね、こういうものです、ね、うん、なるほど。これはだからアナログ的にそのコピーをしていったんですよね、自分で同じものを毎日、はいはいはい、同じか、あの何ていうの、何日くらい続いたの。20日、ああ20日くらい。そうですね、その時にあのやってるのは、同じものを同じだけあの生産するようにするには、やっぱり同じ分量のご飯を食べ、同じメニューを食べ、同じ時間の睡眠をとるっていう、もう本当に一日で同じことを考えて、そう、同じことをしゃべって、そう、同じことをすごいですね。食べ物も全部同じものを食べて、お昼と夜は。なんか新方法で真似してほしいです。そういうものがありました。これは複製感覚。複製感覚のアナログです。はい、次のが、複製感覚の、はい、あのデジタル。2003年。バッチュービの商品っていうあの、ものなんですけれども、これは、パフォーマンスがメインなんですけどね。これはパフォーマンスするところですか。そうですね、あの、自分の作品をマッチ箱にあの、シールプリントを貼って売り歩くっていう、作品の画像をまだその時 Mac があのみんなに普及して、みんなデジタルがこうタブタブやってたぐらいの時期だったんですけれども、みんなも使えるようになってグラフィックデザイナーとみんななってると思います。その時私もなんかそのデジタルで何かやりたいっていうことを思って、自分の作品をそのプリントアウトしたものを売り上げて、その時の自分の作品っていうのはまだ全部アナログの、アナログ、それを写真に撮ってデジタルの中にしてっていう話なんですね。はい、でもショップサーティスリーっていうところをやってるんですけど、後に中澤さんから聞いた話だと、中澤さんもそのショップサーティスリーに、ジャパンアドで納品してます。そうですね。そうあと、あと当時は、村上隆がショップサーティスリーで、自分のブランドの海外機器はまだない、ヒロコンもまだない。だけど、ドブ君は出てきて、で、ドブ君 T シャツとかをショップサーティスリーに納品したり、荒竹店長店長さんに、あのこういうのやったら売れるかとか相談してるとか、村上隆さんすごいんですよ、ショップサーティスリーから一番最近どこかな、いろんなコラボレーションしましたね、ビトンまで入れたショップサーティスリーからちゃんと順番に登っていってビトンまでちゃんと行ってるんですよ。すごいですから。有名になってからビトンから話が来たとかそういう話じゃないんですよ。
番組でもちゃんと一番の下積みの時にショップサーティスリーにプレゼンしてとかな、そこからこう積んでいってビトンっていってるんでね、すごいです。ここはテクノショップみたいな感じですね。そうですね、今ないのかな、今なんかないですね、はい、どうしてるんだろう、そうですね、私もなりました、うん、でギターを最初持ってたんですよ。なんかそういう話聞いた。ギガを作って、私はギガを持ってて、中澤さんはそのマガジン、この前松屋銀座で、はい、展示したのは本物のギガというか医療用のギガを仕入れて箱に詰めて、それでそれを松屋銀座でこう見立てをしたって言ったら、そしたら行って購入してくださった方もしましたけど、ね、うん、そんなつながりがあったんですね、あの、ね、ショップサーティースリーつながりっていう、私のこの作品についてはもう終わって、はい、中澤さんどうでしょう、僕が喋るの、どう、あ、これ、これがあります、は、おまけでさりげなく入れただけなんですけど、これは、高校生の時に初めて書いたアルバムです。すごいカラフルですね。カラフルだし、あとペインティングナイフも全部。全部ペインティングナイフ。あ、そうですね。結局今もそのチューブで絞って書いたりとか、エアブラシを手で書いたりとかするんですけれども、昔もあんま変わんないなと。最初から初めて書いた絵はこれです。すごいですね。そう、16歳で描いたんですけど、ペインティングナイフで描く面白さを知ってしまった、うん、最初に知ってしまったっていう、うん、あの時はもう絵の具とかその突起油がどういうふうに使うかとか全く教わらずに、うん、心の合宿があるんですけど、うん、3日間の合宿で山中湖に連れて行かれて、うん、で、そう、私美術家だったり、美術家でみんな泊まって、うん、美術家と音楽コースの人は山中湖に泊まって3日ぐらいそこで修行する、うん、その時に、はい、その時に初めて油っていうのに、はい、そうです、でその時に筆じゃなくってナイフ でということで僕に話が投げられるなんかちょうどいいつながりですよね。こうマチエールの話が出て、色の話が出て、はい、そ, れそのつもりだったんですか。だから草刈さん の作品はこのボードス絵画に話を戻しますと、まあ、皆さんそう思うと思いますけれども、普通マチエールという絵の具の質感、物質感みたいなものはナイフで盛り上げていったりとか、まあ、筆跡が残ったりとかという形でこうできていくもので、それが絵画の醍醐味だったり、まあ、ペインティングの醍醐味だったり、ペインティングの醍醐味は色彩で、その色彩というのは絵の具の物質感とともにあって、物質感と色彩というのはかなり似たような位置にあるものなんですけど、そういうようなものであるにもかかわらず、今のこの凹凸絵画では全部線で絵の具を線にしてしまって、その絵の具が線に なりながらも全くの完全な線じゃなくて、まあ、一番細いのは1ミリくらいでしたっけ、なんか書いてありましたけど、まあ、1ミリから 1.5 センチの15ミリのものがあるということで、なので、物質感はやっぱり残ってるわけですよね。で、その物質感があるまんまの線のまんま、その線の重層線を重層することによって面が生まれて、さらに色彩感覚みたいなものもきちんと、それがカラーの色を色の線を使ってるっていうことだけとは
また違ったあの色彩感覚、色彩感みたいなのが、特にこの一番最近の作品ですとか、まあ、最近の作品群にはそういったあのものがあるように思うんですよね。あの普通色の線っていうのはあの線で作品作ろうとする場合ちょっと邪道なんですよね。白地の中にあの黄色い線があったり赤い線があったり青い線があったりするようなグラフ的な作品っていうのは、例えば荒川周作の作品だとかジャスパー・ジョーンズの作品にもあったかな、なんかあのグラフっぽいあの作品であの色の線を使ったものっていうのがあるんですけど、でもそれは本来はあの白黒でいいじゃないかみたいなものを、まあ、それにオプションとしてあの色分けをするみたいな程度であのオプションとして使ってるあのカラーの線というものはあの、まあ、結構見たことはあるんですけれども、そういうのはあのなんていうのかな、あのいわゆる色彩感覚、あの色彩感覚って僕が今言ってるのはあの例えば印象派の絵画だとか、あるいは新印象派のスーラの絵画だとか、あの、あるいは後期印象派が出てるんですね。あのそういった作品群を見ると、あの様々な色が一遍に目の中に飛び込んできて、でそれによってあのなんて言ったらいいですかね、才のさざめきがあの聞こえてくるみたいな、まあ、そういったような感じがいわゆる色彩感覚だと思いますね。まあ、ちなみに僕はあのそれはあの実際の生理的な色を使わなくて記号でもできるはずだと思って、あの僕が作っているのは文字だけだけを使って文字作業が高いなんですけど、まあ、その話を置いといて、あの草刈さんのこの凹凸絵画の作品群というのはそれでグラフ的にあの色の線をあの白地の上に置いているような作品群とは明らかに違って、黒の線だけではやっぱりできない、これだったら黒で黒の線だけ使えばいいじゃないかっていうような作品にはないようなところに達してると思うんですね。でこれがあのいろいろなあのレベルであの話題にできるんじゃないかというふうに思っているんですけれども、どうしよう、俺に話せって感じですか。ですね、じゃついでにこの話をするにあたって草刈さんの作品群全部あのアナログなんですけど、現在のところね、なぜかデジタル的な感覚も、デジタルの作品群をあの知ってる最近のね作品、あのいろんな人の作品、例えば鈴木純さん の, あのデジタル絵画だとか、あるいは二層美博之さんのビットマップの絵画だとか、まあ、そういったようなのを見た感じとなぜか似たような印象が草刈さん の, あの凹凸絵画にも僕は感じることができていて、なのであのなぜなんだろうなみたいなことをちょっと考えたいんですけど、その考える前にちょっとデジタルについて、デジタルにおける、色彩と形というものを僕がいつも喋っていることなんですけれども、ちょっと今日初めての方もいると思うので、もう一回話しますけど、あのデジタルの中では2つ大きな公式があるんですね。画像の公式、1つがビットマップ公式、画素がある、ピクセル数があって、まあ、普通のデジタルカメラなんかがそういうものなんですけど、それはピクセルの集合体としてあの画面を捉える方法で、そちらの方が色彩を扱うのに優れている、まあ写真とか全部色彩を扱っている形で写真になる、まあ、そっちがビットマップ方式ですね。で、例えばさっき例を挙げた中で二層美さんの作品が出るビットマップ作品ですね。でもう一つ の, あのコンピュータグラフィックスの方式がベクター方式、昔はオブジェクト図形方式なんですけど、
ども、そのベクター方式の方は、具体的には筒木さんの作品なのがあのベクター方式で、それはアドビーイラストレーター使ったことある人なら分かると思うんですけど、ベジェ曲線であの全部形態を指定していく。でその、ベジ曲線を使って例えば面というのは曲線の内側 の部分として定義することができる。だから面というのは単に線に付随したものなので面を作るということは考えなくていいんです。線を作れば自動的にその線が平曲線であれば中に自動的に面になるので、なのでAdobe Illustratorの本質は線を引くツールなわけですね。でその線というのは画素を持たない、例えばグラフの線というのが放物線の線だとか、円の線というのが数式で表すことができるように Adobe Illustratorの中の線が全部グラフの線と同じように数式で表すようなものとして考えることができると。でそれが線の方向 でこのベクターとビットマップというのはすごくツールとしてあるいは、データの持ち方として全然異なってしまう。それがデジタルで画像を扱うときに、最初にびっくりすると。で、アナログだったらですね、あんまりそんな通の違いまではならないわけなんですけど、色彩と形態というのは概念の違いはあるけれども、筆で線を引いたり、筆で色を塗ったりするということはできる。筆で線を引くのはあんまり、鉛筆の方がドローには向いてるみたいな、そういったような言い方があるんですけど、そこまで一つの画材で違ったりはしない。一つの画材で両方のものができるわけなんですけど、デジタルの場合はそもそもツールとして Adobe Photoshop を使うか、Adobe Illustratorを使うかというツールとして別々のことが、それがそれに驚くということが昔絵を描いていて途中から手伝いに行った世代の人たちにあるんですね。で、そういったようなことと そのことによってデジタルの世界がベクターとビットマップの2つの形式を持っているということによってデジタルのみならずデジタルとアナログを含む両方の絵画あるいは画像といって、視覚的表現においてベクター系とビットマップ系の2つを立てて考えることができる。でそれは一旦そのデジタルの考え方を頭に入れた後で西洋美術史を見直すと、そうすると西洋美術史の歴史というのは色彩と形態の2つの刃のせめぎ合いとして見ることができるというのは、ゴンブリッチさんという歌でしたっけ、ゴンブリッチじゃなくて言うんですけれども、ベルフリンから始まってる。その人はルネサンス的なものとバロック的なもの、あるいは線的なもの と、色彩的なものというふうな二項対立的なもので整理して実を整理している人なんですけれども、近代における考え方ですね、画像分析の考え方で、それがむしろビットマップとベクターの考え方を使うとよりクリアにベルフリンよりももっとクリアに整理することができる。もう簡単に色彩と形態と言ってしまってよくて、で色彩というのは最終的にスーラの点描派に行き着いたみたいに考えるんだとすると、色彩と点描がつながって、点描っていうのは点の集合として画面を構成する。で点の集合、その点っていうのは一つ一つ違った色であるというようなことだと、要するに画素によって画面を構成するというのが色彩派の方で、色彩というのは点描、最終的に点描を本質として、要するにビットマップと同じ考え方で解釈することができる。でそれに対して線的なものというのはイラストレーターの方向性ですけれども、Adobe イラストレーターの方向性ですけれども、線を起立することによって形態中心の
というようなそういったような考え方ですね。なので美術史もビットマップとベクターの考え方によって逆にきっちり整理していくことができるというようなことなんですけれども、そうすると面白いのはですね、ビットマップをビットマップのまんまやっていくのが面白い、あるいはベクターをベクターのまんまやっていくのが面白いというようなものもあれば、ビットマップをわざとベクター的に使って面白いとか、ベクターをわざとビットマップ的に使って面白いみたいな、そういった、今単純に4つ挙げましたけれども、そういったような、本来はこのやり方をすると本来はこっちの方が自然なのに、そのやり方であえて別のことをしようとするから、そこにマインドコントロールがしなければならない事態があるとか、まあ、そういったような緊張関係が出てきて、そこにまた面白さというのが出てくると、まあ、そういったようなことによっていろいろ分類し直すことができると思うんですね。で、まあ、そういった意味で僕が二曽木さんの作品に驚いたというのは、二曽木さんから2005年に DM をいただいた時にすごく驚いたんですけれども、それは二曽木さんの作品のビットマップのビットマップらしい使い方にすごく驚いた、面白かった。で、同じようにもっと前に驚いたのが2001年だったんですよ。ファーブの展覧会の案内状を鶴木さんからもらったときに、それもすごく驚いて、あ、ベクターでこういうことがそういえばできるはずなんだけど、そういえばこれをやればよかったんだみたいなような感じですごく DM を穴の枠ほどしげしげ見たんですね。そういったようなことがあったんですね。で、その時と似たような感覚の面白さが、アナログの坂井美香さん の, 音頭使い方で、まあ、僕は東京ワンダーサイドで見た時ですけれども、その時にこういうやり方がすごいあるのかなと思いながら見たんですね。で、それが今度全部アナログの話になりながら、デジタルの言葉で使いながら解説すると、まずペインティングなんで、まあ、ペインティングというのは普通は画素の集積からなる、要するに点描の集積からなる、絵画のタブローとしてのね、絵画の立体さであって、それは物質があって厚みがあってっていうようなことが絵画 の, タブローとして の, 条件なんですけど、そういう時に線的なものが入るとかなりちょっとデザインワークっぽく見えちゃったりとかすることっていうのがあって、まあ、そういうことが僕は荒川修作の作品とかには起きているというふうに思っているんですが、荒川修作の作品とかと違って、坂井さんのもっとちょっとペインティングの喜びが画面から感じられる、線をたくさん使って、線を使ってるのか、色の線を使ってるのか、まあ、草刈さんの作品たくさんありますけど、今主にこういった作品とか、ああいった作品とか、ああいった最新作品とか、それについて出てますけどね、そうすると、どうしてそういうことが起きているのか、要するに色の線を使っていて、線だけを使っているにもかかわらず、ペインティング の, 喜びみたいなものが出てくるのはどうしてか。で、それはじゃあ画素を並べただけで、点描絵画の場合ですけど、画素を並べただけで色彩感覚がなぜ生じるのかというような話にちょっと戻りますと、これはドラクロワがコンスタブルの作品、風景画の作品ですけれども、まあ、それを見た時にドラクロワがどうしてコンスタブルの作品はこの風景画はこんなに生き生きと明るく見えるんだろうというようなことを分析してるんですね。で、その分析の結果、ドラクロワが至った結論というのは、コンスタブルの作品は
例えば木々の緑を描くのであっても、さまざまな明度 の緑、あるいはさまざまな、サイドの緑が隣り合わせに置かれている。要するにまあ点描でいうとピクセルが隣り合わせにたくさん置かれているんだけど、ピクセル同士の間に差異があるということですね。隣り合ったピクセル同士の差異、その差異のさざめきが明るさ、ドラクロの言葉でいう明るさ、あるいは差異のさざめきが最もペインティングらしさ、あるいはペインティングとしての喜び、あるいはそれが色彩の本質、色彩、日本語で色と言いますけど、色々っていうとたくさんある、それは差異があるものがたくさんあるのが色々ですよね。でその色々というのは実際の色じゃなくても、普通の言葉としても差異がたくさんある、差異があるものがたくさんあるものを色々というふうに言うように、色彩の本質はさまざまなものが同時に変質されているというようなことにつながっています。要するに再生ですね、差異があるものが隣り合わせにたくさんあるというようなことがあると、色彩感覚、真の色彩感覚、それは実際に赤とか緑とかっていうことだけじゃなくて、差異のさざめきから来る色彩感覚が生まれるというようなことというのがあると思うんですね。でそれから草刈美香さんのこの線を使っているものでも、さまざまな差異もある、要するにさまざまな太さ、さまざまな色の、ものがそれぞれ一つ一つは整然と一定の角度で並べられているにもかかわらず、隣り合う、あるいは下を通る、上を通るみたいなね、そういった線と線との差異によって、まだもう一つの色彩感覚、実際に見えている生理的な色彩感覚とは違って、脳の中でその差異を喜ぶという、そういった色彩感覚も同時に発生している。そこが荒川周作のラインを使った線の作品とかとは全然違う構造をしているんだと。でそれはむしろデジタル時代により発見するんじゃないかなと。鶴木さんの作品もベクターの線がたくさんあって、それでその時にただのベクターをストレートにベクターとして見せる作品とは違った面白さというのが、要するにベクターの線の集積によるものができて、別の感覚ができているなというふうに思って面白かったんですけど、そういったようなことを鶴木さんの場合は二次元の平面でべったりフラットで、いかにメモリー数が少ない方が偉いかみたいなようなところもあるわけなんだけど、それとは違ってアナログで草刈さんの場合はどんどん上に向けていくやり方でやっていることがあります。なのでそれが非常に面白いなというふうに思ったんですけども、とりあえずここで一旦喋り終わっていいですか？今回あれですよね、7時までのトークなんですけれども、そこにワンドリンクじゃなくてご自由ドリンクだ、ご自由ドリンクがあっち側にありますので、ちょっと10分ぐらいで休憩します。はい、休憩してもいいですか？休憩しましょうか。ビールが辛いなってたんで。あ、そうですね、はい、じゃあちょっと休憩して、その続きはじゃあちょっとくらいしてください。まあ、5分ぐらい休憩です。そうです。その間に皆さん手に持ってしましょう。じゃあちょっと一旦休憩。